メッセンジャー黒田のチラシ出す。MBS ラジオ真夏のチラシ出す特番放送直前スペシャル。おめでとう。おめでとう。さあ、毎日放送さんのね、ご好意で、山寮。はい。7月の18日月曜日海の日の3時間半ですか、はい、2時間半です。2時間半か。よくばった。お昼の正午から2時30分までの2時間半。あれね、なんかカッコつけてそんなん言うてるけど、実は今朝は今朝のこのさんが休みただけちゃうの。あれバレました。なんか夏暑いから、じゃあ毎年、ね、海の日だけお休みするんですよ、うんうん、でお友達と旅行ったりするんですけど、うん、今年はそれが18日なので、うん、ちょっと3時間2時間半ぐらい空きそうだっていうことで、うん、でもね、その子にどれを入れるかっていうのは、うん、まあね、実はうちの編成上の重大問題でございます。まあせやな、そこでギャラクシー賞もいただいた。ありがとうございます。あのチラシ出すをぜひにと、はい、今日はですね、はい、ちょっと、スタジオではできなかったということで、はい、いつもおなじみでございます、元毎日放送アナウンサーの、はい、大きな巨人ただただ大きい方、小森さんにカメラと音声やってもらうのでよろしくお願いします。どうぞみんなで楽しい時間を過ごしましょう。なんかね、はい、別に本当堅苦しい番組じゃなくて、僕が非常によくチラシ好きなんで、チラシを見させてもらってて、その中のチラシってやっぱりなんか今のなんか世の中をこう表してるとこってあるじゃないですか。物、ね、はい、が上がったとか、あんだけねテレビでまんまま、ウクライナの戦争の問題とかもあるんや思うけども、物が上がったって言うても本当のこと言うたらね、主婦の方々とか、まあ、単身赴任のお父さんは気づいてるけども、そうじゃない、まあ、一般的な人っていうの、一般的じゃなくて、あんまり気づいてない人も多いわけよ。学生さんもそうやし、そかそか。でもチラシを見ると、はい、もう一目瞭然やと。これ数字でね、はい、値上がり値下がり、うん、お得品薄全部わかりますからね。うん、やね、うん。でなんかまあそれをチラシを見ながらやるコーナーが一個と、はい、あとチラシ出すのチラシ出すで、まあ自分らのおすすめ商品、はい、自腹切って買ったやつとか、そう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 、それを、はい、出すと、はい、いうだけのまあ単純なことなんで、まあ。いやいや、30分あるかないかぐらいなんで、ちょっとお付き合い願えたらなと思っております。はい、ミニ版ということで、YouTube 特別バージョンでお送りします。まずは亀さん、チラシからいきましょうか。あ、そうですね、うん。今日はですね、作家の竹和さんが事前にチラシをピックアップしてくれておりまして、はい、山寮さんのお手元にあります、こちらです。ババーン、これに今日は注目したいと思います。そうやね、ちょっと僕も見てないから分からへんねんけど。なんか面白いチラシで、はい、処分に困っているお人形ございませんかって、いう見出しで、要は100万円先着限定、これは、まあ、ちょっとこれちょっと前の、まあ、チラシにはなるんですけどね、要は100万円資金を用意して、はい、先着の方にそれ分の資金をお分けして1000円ずつだったかな、はい、差し上げましょう、それぐらい買い取りに今力入れてますよっていうことなんです。ごめんなさい、ちょっと見させてもらう、これは何、査定してくれんの。基本そうです、はい、買い取りです。今までね、はい、お人形っていうと例えば人形供養とかね、そうでしょ、やっぱり無限に捨てられないけども、はい、どう処分したらいいんだろうって困ってる方が多かった。まさか買い取ってくれるなんて。そうなんですよ。いやそれもね、はい、ほら僕らが子供の時にあったね、超合金とかってレアであるじゃないですか。懐かしい。あれでしょ、あった、ゲッターロボとか。必ずね、そう、ゲッターロボとかね、マジンガーで、はい、ロケットパンチがなくなるのよ、あれ。取れるようになってるからね。そう、うん、もしくは、ここのバデがブヨブヨになって入る。ああ、懐かしい。ブヨブヨになってな。めっちゃやってるからね。ね、女の子やったらリカちゃん人形とか言うたら、それがレアなものとかって分かんないけど、これ見たらね、今、そう、何やのこれ、あれやんか。なんか一松人形とか博多人形みたいなのとか五月人形とかひな人形とか、うん、いわゆる日本人形のタグですね、はい、こんなものって悪いけど、これ普通処分するとか、まあ、さっき亀さんみたいにこれ どこどないすんねやろ。なんかすごいなんか意外な、なんかさらっとチラシで買い取りますって入ってる割に、よう見れば見るほどいろんな謎が出てくるというか、うん、なんで日本人形みたいなんばっかりなんとか。こんなんわかるやん、実は、はい、東南アジアの方で分かれへんやん、むちゃくちゃなんか流行りだして、あ高値で、だって和のものがちょっと前に小学生のランドセルがフランスあたりでそうめっちゃクールだって言って、誰かがやって、フランスのモデルさんかなんかが、そうでしたっけ、なんかモデルさん、そう
大人が背負ってましたよね、うん、向こうはこれがすごくクールおしゃれやユーズドで構わないからどんどん送ってくれみたいな現象があったように聞いておりますよ、はい、あランドセルがそうやわ、うん、興味あるよねだって普通こういう皆さんがもしかしたら誰の家にでもある北海道のこの熊の鮭加えてるもう悪いけどいらんもんベスト3に絶対これなんでお土産なんこれはなんか木彫り北海道やろこれ北海道でしょうね多分アイヌとかの方も含めた民芸品あ民芸品なんや、はい、よこういう見たよなこの人形誰の家でもあるんちゃいますなんかこほらさこけしとかやったら言われあるやんかあの、はい、子供がなんかあの昔は早く亡くなっちゃって、はい、でね栄養不足でまあそれこそ江戸時代とかは早く死んじゃって、うん、もう、はい、そのためにその子供の、うん、あの霊を祀るためにこけしだとか、うん、とか言うやんかでまあ五月人形が分かってるやんか、はい、なで一松人形とかもあれでしょ要はそういうあの子供がその亡くなった時子供代わりに寂しくないようにとかでなんかその子宝のとかあるけどこのそれだけ、ね、熊のこれだけはこんだけ日本人誰でもバッて見たら知ってんのにね、はい、この熊のやつ後であのコモさんにアップしてもらうけどあの言われ知ってるいやなんかこれを置いとくと一生魚に困らんとかご利益ねご利益と何やろ昔はやっぱそのクマが一般的に見られへんクマが鮭取ってそれは北海道に行ってきた証拠だから今みたいにそんな飛行機がバンバンねまああの行けるような時代じゃないときに。まあ、多分あの、ボーイング727、もしくはダグラス、うん。もうええねん、ボーイングぐらいの。そんなんはええねん。ですね、はい。北海道に行ってきましたっていう自慢の品。の品か。ああ、なるほど。わからないけどね。おそらく、うん。はい。ちょっとまた諸説ありなんで、あの、竹輪に聞いて入れ込みましょう。竹輪さん今日は折れへんからね。これ調べてほしいな、ほんまに。なんで、この今。興味ありますね。じゃあ、いつもやっております、チラシ出すの、チラシ出すっていうのをやらせていただきます。はい、我々の自腹のおすすめのもの、面白いものを紹介するコーナーです。はい、こんなんやめるよ。私から。今日も機械もんです。ウィンウィン言います。何またもうそれ、エッチなものやめてくださいよ。ちゃうわ。YouTube ですから。ちゃうわ。違いますよ。何をこけしの後に言うとんねん。いや、こけしの後もね。お願いします。一旦終わったわ、はい。はい。こちら、頭皮マッサージャーです。これやっぱり。知ったか聞いたことある頭皮マッサージあ頭にやるやつもうね何や思ってる頭皮言うてるのいやなんか違う皮を所蔵しちゃったちょっと亀井さんこんなんはい何を言ってるのあれこんてんギリ進行何で違う皮ってこんなんなりますこんなん違う皮のとこに置いて何すんねんこれ使い方でも動きがすごいわこれねまた有機的な言うなっちゅってんねん生きているかのようなアホやろこれアホですよもう無視して進めますけど赤色 LED これなんかこう頭皮にいいって言われたやつなんですけどアデランスの商品でこれアデランスなんこれね立派なやつだ手をこう入れて、うん、もうこうやってクラさんよじゃあそれ俺出ねえけどこれはお風呂場で使うんかいお風呂場でも使えますし普段手ついてこうむちゃくちゃよだれ出ませんあ確かに気持ちいいねちょっとあ気持ちいいこの生え際のとこからグワってもしあこういうふうにいけるならいいってことほら頭皮マッサージって確かにねいいって言いますよねこれねよだれ出てくるこれ何のためただただ毛アデランスだから毛髪の毛のその頭皮の環境にもいいらしいんですほんまかお前小森さんにやらすでほんならお前その時小森さんが根から死んでもてるのに今お前大丈夫かい掘り起こしても何も出てけへんみたいな土の状態は大事やと思うんですけどどうぞこれはこの同じこの動きしかせえへんのそうです何をちゃうとこで使おうとしてんねんこのこうやって感覚見るまず確かめないと返して動きをパンツから亀を出すな言うてんねんこのパンツからいきなり当てたら微妙な動きが分かるちょっとなんで取り上げるのこっからじゃないほらあすごいね立体的な動きですねそうアトランダムだねあと髪の毛に引っかからないんですよ、うん、引っかからへんかったでしょ引っかかるこんな動いてんのにいいですかはい、うん、あのツボを刺激されてる感はある自分で好きなところだ、うん、あのギュッとすぼめる動きかと思えば、はい、押し広げる動きもあるし、ね、両方効きますね、はい、これは確かになんか知り合いのあの針の先生に聞いたらなんかこう頭ってすごいツボ集まってて、はい、で目が疲れたりとか今多いやん、はい、いろいろあの YouTube 見たりとかで、はい、トリックス見すぎてて
やべね、目を押さえるようになると頭のマッサージが一番ええと聞いたことあるわ。匂い何してんの。ちょっと匂いをあの人退場させてください。何やら無味無臭でした。しっかりした値段はその時によって違うからあれなんですけど、これちょっと古いので、うん、まあなもう7,000-8,000円です。じゃあ亀さん行きましょうか、はい、あ、いいですか、うん、僕はね本を持ってきました、うん、またエロ本やんか。もう違う、すぐエロ本持ってくるんですよ。洋書なんですよ、外国の本。そう読まれへんやそんなん。これイギリスのオックスフォード大学で心理学を勉強されたプロフェッサーのシェルダン・シムーブっていう方が書いてる。セックスって書いてるやん。いやいや、心理学の本だから。俺も英語知らんけど、この文字だけは中学の時に教科書で調べて、国語のあれで国語の国語辞典に線引いたわ。誰でも読めますもんね。貨物少年、それ間違ってるから。何向こうではこれ全然エッチな意味じゃないんですよ、うん、例えばパスポートで見たら性別っていう意味で書いてある。性別か。はい、なんか回数でも上にマンって書いてるよ。これどういうことかっていうと、 What every man thinks about apart from sex ということで、うんうん、いわゆるエッチのこと以外に全ての男性が考えていることをここに記しますっていう本なんですよ、はい、どういうこと。つまり男の人ってのは、まあ、スケベとされてますけども、いやそうじゃないんだと、はい、それ以外にみんないろいろ考えてることがあるんですよと、うん、それをアメイジングトゥルースインサイド、驚きの真実をここに記すというふうに書いてあります。何それって。ザワールドワイドベストセラー、アマゾンなんかで売ってるんです。ほんならもう世界的なベストセラー。日本のアマゾンで私買いました、うん、だいたい1000円ちょっとぐらいのお値段です。届きました。ペーパーバッグだいたい200ページぐらいあるんですけど、読まれへんやそんなことないと、すぐ読みます。いや英語知らんもんだって、うん、黒田さんでもすぐ読む。え、どういうこと。え、何、私ちょっと見んとこ。あれ何も書いてへん。え、山寮さんどうぞ。どういうこと。だからエッチなこと以外を何考えてるかでしょ。だから男心の勉強できる、はい、あ、なるほど、そういうことか。エッチなこと以外は、はい、男は何一つも考えてないっていう、すごっ、ブラックジョーク、そういう本です。こう真っ白とんちやんか、こんなん。え、じゃあメモ帳、まあメモ帳代わりに使えるよっていうことなんですけど、ね、すね、昔ね、はい、俺ら中学校ぐらいの時かな、はい、なんか白い本かなんかでこんなん出て、何やろうと思ったら同じように何も書いてなくて、はい、物語は自分で作るものだって最後に書いてあるような、そういうね、とんち話みたいな、いわゆる商品です、うん、これ。でも面白いですね。1000円もすんのこれ、マジックみたいなもんか。まあまあそういう手品ね、うん、でも欲しかったこれが。もうそうなると私はもう食べ物に行かしてもらいます、はい、三田美濃屋のこれ、あの栗きんとんね、これ一粒300円、一粒300円やね。いや俺なこの栗きんとん一番うまいねんか。しかも冷凍できますんで、冷凍できたら食べたいなと思ったら、はい、2、3時間前に出しとく、でもっと早く来たから今やったら夏やから外でパッと出したら一撃なんで。いただきます。映像で見せたかったん。これはあれですね、めちゃくちゃうまいの、まるっと。だからお芋で言ったらマッシュポテト状になってるわけですよ ね、 すね、一旦全部崩してあるわけ、うん、でか栗より栗で、うん、ほんま栗。ここの社長に聞いたけど、丹波の栗ってこんな大きいんですよね。この栗をペースト状にしたやつが2個分がここにかかる。2個が1個になってるんですか、うん、空栗の向こう側行くわ。これはうまいな。やっぱ栗ちゃん最高。何言うとんねん栗ちゃん、栗ちゃんですよ、やっぱり最高美味しい。2人とも紹介したもう全部自分のフィールドに持ってくるのやめてもらえますしね。栗を愛情込めていただけじゃない。俺がこのチラシの中で、はい、まあ、心のパンツから亀を出すなっていうのがものすごい自分の中でフレーズ気に入ったみたいで、ね、それを 言うまでいいよね、まあ、そう、それ黒田さんに突っ込んでもらうまでは言い続けられるなっていうやらーとみたいなもん。ぜひともちょっとこれまた後で、うん、本当に欲しいと。これ一番初めに YouTube これチラシでやったやんか。あの時の紹介数まあまあええねやんか、うん、ね、なんでやろうと。なチラシ雑が、最終回やってな。あ、そうだ、まあ、それもあんねんけど、一番やっぱりあれなの、 YouTube で全部わかんねん、何がそういうピンって跳ねたか。へえ。山寮が女子高生の格好した瞬間にやっぱりね、今ほら熟女ブームやんか。お前も、嘘でしょ。いや熟女ブームやん。だって
あの宮崎よし子さんとかもビキニやったりとか、藤あや子さんとかもそうやったり、ちょっと私よりグッと上やな、全員。いやいや、さっきから、まあまあまあいいから。女優と張り合ってるわけですか、うん、あ、そうや、そう、古川さんもなんか昔女子高生の格好して、ツイッターのったらバーってバズったりとか、うん、でそんな時代やから、うん、あ、そうなんやと。で山寮を、うん、その話し合って、竹輪と。はい、山寮をまずコスプレせえへんから話になったんよ。何勝手に話し合ってるんですか。いや、人のおらん間に着せちゃおう、なんか、ああ、なんかでそれ着せちゃおうじゃないわ。でも、はい、でも山寮ばっかりやったらなんか、うん、なんか、あ、よくないじゃないですか。ありますね、正直。飽きると思います。はい、で女一人男二人でなんやろと思って、うん、思ってんよ俺一緒にな、うん、で今まであれしてます、昭和ブームなんですよ。僕らの世代の人らがとか、まあ、コモさんぐらいの世代とかがお金を使い出して、だからあのガンダムだとかシングルトラマンだとか、はいはい、トップガン、みんな僕らが80年代の時に中学校とかで見た映画がまたリメイクして、はい、しかもあの 今と同じような形、うん、前と同じような形でやってるやんか。だからあ、そうなんやと思って、うん、まあ、ふっと頭にパッと来たんが男2人女1人、あの銀河鉄道スリーナインやなと思って。え、メーテルか。メーテル、鉄郎。お前がメーテル、俺鉄郎。黒い人、うん、あの、車掌さん。そこが闇の。車掌さん、ね、帽子取って服脱いだら見えなくなる人ね。そう、闇の。これはおもろいぞと。いいですね。ほんで、もうもろもろいろいろ調べて、竹輪と二人で。ほんなら、まあ、例えばやけど、こう ポスターじゃないけどね、はいはい、あの時、当時の映画っぽく、ここに銀河鉄道が走ってる感じで、あの山寮がメーデロって、俺が鉄郎の格好、はい、鉄郎格好が簡単やねん、うん、麦わら帽子にねマントかぶってね、こう茶色い髪がけて、そうそうそうだ、うん、ここや問題は、こ黒暗くせなんか闇にそうやねん、ね、真っ黒に顔塗らなあかんやんから、うん、と思ってて、で面白いなと思ってやっとったやん、はい、で、はい、これは面白いと、銀河鉄道チラシ出すとかね、うん、あ、これはおもろいと、あ、でこれをいっぱい案が出てん、はい、あ、まあ、例えば、セーラームーンもあるよねって。はい。うん。まあ、セーラームーンって男の人、あの、男前な人おるやんか。タキシード仮面。タキシード仮面。やってもらうとか。あ、僕ほんで、大月さん、プロデューサーに言うと、大月さんもえらい乗り気で、やりましょう、やりましょうってなったんよ、うんうんうん。ほんで、ちょっと、15、6分かな、20分ぐらい経ったら、また大月さんの顔色がちょっと変わって、しょげた顔で、急に来て、あら、ダメになりましたと。なんででしょう。じゃあなんでなん、何があかんの、うん、と思うんだよ、うん、ほんならそういうどう見てもメーテルだとかどう見ても誰々やっていうやつがその番組の宣伝用に使うと全部あかんねんて。あ、いわゆる権利著作権の問題か。ほんでこんにちはこんちゃんのやつをやってますやんかと、あの、はい、トランプ大統領のやつやったり、うん、あれはあの配ってもないし売ってもないし自分らの社内で貼ってるだけやねんて。確かに勝手にやってるだけです。うん。だあれは OK やねんて、まだ。だら俺らが貼るとかやったらいいけど、別に貼んねやったら意味ない。皆さんに見てもらうとみんな。そうですね。でも、それがあかんって言ったら、えってなっちゃって。で、例えば YouTube って、だからそういうのがあかんねやってなってね。うん。また1位からやり直しやと思って、どうしようと。そうか。ほんなら、例えばやけど、その、昭和っていうものをキーワードにしたら、見られてる方は昭和生まれの方多分多いと思う、僕の YouTube やから。うん、いろいろありましたやんか、うん、オイルショックだとか、はい、まさか、うん、その昭和の出来事、そのまあそのそういったら風俗というの、はいはい、まあ、万博とかそうそうとか、うん、はい、まあ、ね、その時のファッションってあるんですよ。ヒッピーが流行って、その後フォークが流行ったりとか、あ、ベルボトムのとか、そうそうそう、ね、でそれやったらええんちゃうのと、そのカレンダーでええんちゃうのっていうことで、それやったら OK やと、別に誰かになってるわけじゃないから、ね、その言うたら事柄とかをこう、うん、いやね、ね、まあ、オイルショックとかやったら、例えばあのこうトイレットペーパーみんなで、うん、お前が昭和のオバハの格好して、はい、俺がおいらお二人の昭和のあのスーツのおっさんでもええなんねえねんけど、そういうのをちょっとこう、へカレンダーにしたらどうかなという話になってるんですわ。うん、ただ、まあ、三人よりは文字の知恵っていうのはあるんやけど、まあ、せっかくこうやって、やらせてもらってるんで、はい、まあ、皆さんの言葉を聞いたりとか、まあ、コモさんも、そんなんどう ?3 億円犯人とかどうですか。あ、いいね。ね。3億円犯人の格好で。あれは誰も、あれですよ。山寮やるよ、それ。キズネ目の男。じゃあ、それはグリコ、グリコ、盛り上がる。新しい方。昔の、白バイ警官の方。間違えた。3人撃つとかなんかねえやけど。3人必要。じゃあ3人とも犯人の格好する。それでもいいですね。あ、全員ブルで。で俺だけリアルで言えなんか。
自分で言っちゃダメ。だからそういうのをちょっと皆さんの、コモさんの今そんなのもいただきながら、はい、まあ、どれを採用するか分かりませんけども、はい、あの皆さんにあの送っていただけたらありがたいから。いいですね。私の中のショーはこれやって。タモさん、タモさん、もう長すぎて画面がもう黒くなってしまいました。もう今これ収録でも40分ぐらい回ってますね。何が20分ぐらいや。次の時にちょっとみんなで考えて、これにしようというのをちょっと皆さんも募集もしてますので、ぜひとも、あ、それから7月の18日の海の日ですね。何からでした？正午からでございます。正午12時からでございます。チラシ出すスペシャルということで。ぜひとも皆さん生でお聞きください。よろしくお願いします。お願いします。